今夕食が終わって、そうちゃんがトイレに行っています。トイレに行っている隙にドッキリを仕掛けたいと思います。こちらのスイーツの中に先ほどの焼肉の調味料を入れたいと思います。ではどうなるか後から楽しみにしたいと思います。お疲れ様です。今日はありがとうございました。これに入れよう。なんかもらったから使う？なんかお土産も買えるって言ったよ、500円。なんか買って帰ろうかな。かわいいやん。あー、いっちゃんこれで盛り上がるかな。何人欲しいの？ 3 人、さっき言った。理想は3人ですよ。そんな、大変じゃない？ 3 人も。意外と三つ子の子が生まれるんじゃない？三つ子っすか？そしたらいいやん、一挙に目標立って。逆に大変ですよ。三つ子大変やの？お母さん大変だったろうね。逆に大変です。三等分じゃねえ、三人分一気に来るんでしょ。なんか手押し車っていうの、3人用のね、もうあれもう見た瞬間に三つ子って思うもんね。3人並んどったらですね。そう、いや大変やったと思うよ。大変でしたよ。お母さんに対する気持ちってどんな感じ？お父さんよく話に出してくれるけど、どんな感じ？あんま会話がないの？お父さんとの方があるの？いや、どっちもあります。どんな話すんの、お母さんと？どんな話？いやでも家のことは話しますよ。例えば？例えば？今日のご飯何とか。話っていう。それなかったらもう家族崩壊やる。ご飯何って会話かな。倦怠期の夫婦でもいいよ、そんな。ご飯何？そんなんじゃないですか。何？いや、どんな、ほら、結構話っていうのはちょっとこう、ご飯。一番多いのはご飯何っすよ。ご飯何？今日は何？それ、思春期の中学生やろ。その会話。ご飯何？それ、なんかそこでまた、盛り上がるわけね、その後に。例えば今日魚って言ったら、今日はサバだよ。あ、そうなんやね。終わり。全然会話ゼロやん。そういうの会話ゼロっていうか。いや、なんか一方的に喋ってる。あ、お母さんの方が喋るんや。はいはいはい。あ、まあ、ね、だからもう女性やからね。だからもうこっちは別に、うん、そうやねって感じ。あ、なるほどね。向こうが喋るんで、別にもうこっちは別に何も。いや、でどんなことを喋るの？そうちゃんに対して。お母さんも今日なんかをこうやったよみたいな。あ、自分のことは話すんだ。そうちゃんに聞かせるみたいな。なんか予定を言われますね。予定？まあ、今日何し、明日何するとか。お母さんの予定をそうちゃんに聞かせるの？はいはい。あ、そうなんや。まあ、そうなんやとしか言えんよ。はい。マジでとか言うことないもんね。いや、何もう一回言ってとか言うことはないよね。明日お風呂休みやでみたいな。あ、そうなんや。会話じゃなくてそれ報告よね。ほうれん草ができてるからいい。ほうれん草、そうね。僕もなんかその明日、ああ宮崎行ってくるわ。したら、うん。ご飯はいるの？いらんの？いや、宮崎行くんでしょ。そんな会話する？宮崎行くのに、ご飯いるって、日帰りかい？いや、いらん。
って言ってきた、ね、ああちょっと面白いんやねお母さんね、ユーマーセンスがあるみたいな、そうですね、うん、よく喋りますから、別にもうこっちはあんま喋らないです、あんまりそんなこう小言も言わないし、そうちゃんのことをこう悪くも言わないって感じ、うん、ただ自分のことをこう結構話してくるみたいな、いやだから僕も聞かれますよ、なんかその今日食べんのってそれ飯だけやん、飯以外の会話ないの、そのお腹すいただの今日これだのないの、その親子としてさなんかあるやん、もうちょっとほうれん草とかじゃなくてさなんか一番多い会話、一番多い会話、一番多い会話、食事ね、うん、食事の件はもう、うん、それなんかでもほら結構何食べたい今日何食べたい何食べたい、だから中学生やないんやからさなんて言うの、そしたら何でもいいよ一番多いっす、それが。ああ、でもそこはね、やさ、これじゃなきゃダメななんて言わないんでしょ。でないですよね、マジで。ああ、そこは優しいね。なんで肉じゃねえんだよみたいなもん。肉、いや肉は食べた時は肉かなとか言ったり。そしたらちゃんとお肉を作ってくれるんや。要望がなきゃですね。じゃあ三人なの今食事するの。あと。おばあちゃんじいちゃん、おばあちゃん、あ、そうか、ばあちゃんじいちゃんまだ健在なんだよ。おばさんもおるし。おばさん？おばも住んでる。ああ。じゃあ結構なんか大家族やね。そうですね。一番、うん。そんな感じです。いつもだからもうわわ。わわね。で妹が来て。ああ、またさっちゃんも登場して。姪っ子がバタバタして。ああ。もうだから別にあの会話っていうのはまあなんか。なくてもね、もう賑やかなわけだ。あんまりすごかんの会話が一番いやいや、その割にはなんか寂しい親子関係だなと思ってもうちょい話すよ、うちそんなで聞かれません？ご飯、いやだって俺一人で食らっていや、ご飯食べてるとかね、あ、何食べてるのとか、あんたもうちょいね、しっかりしたもの食べないといかんよとか。そうですよね、やっぱそんな感じ、ね。そう言われるけどね。はい、送ってもらって。食べ物がやっぱお母さんですよ、やっぱ。あ、そうね。食べ物まあ確かにそれはそう、うちもそうよ。そりゃ。食べ物関係は。ね。食。食はね。食はやっぱりそうです。でも食だけってことはないよね。別に。うん、彼女のこととか聞かれる？そこはあんまり聞かれないです、あえて触れないんや、うん、お母さんは、お父さんはもう触れないです、あ、そうなの、その辺はもう触れないです、あえてね、食べていいよ、誰も食べてないじゃないですか。でもなんかこれ明日になったらカッサカサになってます。あのせめて、あ、いや、なんか手出らんよね。普通なら手出るんですけどね。おかしいな。お菓子とって言ったらどっちの方が手出る？ここでポテチ広げるのとこれ食べるのとどっち？いや、ポテチはきついっす。きついよね。俺も全然、多分1枚もいかんと思う。こっちの方がいいっす。ポテチだな。なんか、今、脂っこいのいらないっすもんね、もう。わかるわかる。肉食ったから、なんかもう、いやさっぱりしたの。最後の豚、すごかった。脂もすごいし。体に良くないよね。